ようこそ梅チューブへ。休日はなんだかんだで眠って終わる梅リーマンです。どうぞよろしくお願いします。というわけで今回の動画はラグナロク X のシステム生活系コンテンツについてです。東南アジアサーバーのラグナロク X ですが、こちらを参考にして見ていきましょう。というわけでチャンネル登録、高評価、X のフォローをぜひよろしくお願いします。ラグナロク X の日本の公式 X を覗いてみると、システム面での投稿で生活系コンテンツについての投稿がされていました。採取や釣り、採掘があるようで、前回の動画で出てきたスタミナを消費して装備の強化や料理などに必要となる素材を入手できるというふうに書かれていました。どうやらですね、スタミナは生活系コンテンツで使用するシステム、ゲージのようですね。スタミナの獲得方法が知りたいという方はですね、前回投稿した OD の祝福の動画をぜひご覧ください。装備の強化素材、料理の素材入手かと思ったそこのあなた、一旦ちょっと流してしまいそうなんですけれども、この生活系コンテンツ意外と重要なコンテンツなんです。というわけで東南アジアサーバーの画面で確認をしていきましょう。東南アジアサーバーではライフという名称で出てきています。画面矢印から進むとこういった一覧がバッと出てきます。結構ね、なんかたくさんあるんですけれども、釣り、採掘、造園、精錬、料理、製作、ペット、ルーンっていう風に分かれています。まあ、日本版での名称が若干変わってしまうかもしれないんで、参考程度によろしくお願いします。どうやらペットはベースレベルが50、ルーンはルーンナイトでなければダメみたいです。というわけでこの2つはこの動画では省きます。どれから手をつければいいんだとなってしまいそうなんですけれども、一つの進め方として、今後必要となる装備の製作、強化アイテムのためにやるぞという考えで進めていけばいいんじゃないかなと個人的に思っています。ちょっと話が脱線しちゃうんですけれども、装備の強化をしたいと思った時、必要になるのがこちらのアイテムなんですけれども、いわゆる強化素材ですね。入手手段が取引所か生活系コンテンツからとなっています。取引所で確認すると、1つ853クリスタルが必要で、レベルが上がるとともに必要な数が増えるので、それなりの数が必要になります。クリスタルは課金で増やすか、デイリーコンテンツをクリアしていって報酬としてもらうという方法があるんですけれども、課金する方はまあ問題はないと思います。なんですけれども、コンテンツで増やしていくっていう方はそれなりに時間がかかってしまうと思います。強化したいんだけどクリスタルが足りない、どうしようとなった時に出てくるのがこの生活系コンテンツです。まああれですね、買えないのなら自力で作れといった感じですかね。画面を一度戻してプラコンを例にしてどういう使い方をすればいいかを見ていきましょう。このプラコン1を作りたいと思った時、まず制作コンテンツに行きます。すると作りたい素材の必要なアイテムが確認できます。画面を押すと詳細画面が出てきます。一つは採掘、もう一つは釣りから入手可能と書いてあります。では次に採掘の画面を見てみましょう。タップするとそのアイテムの詳細が出てきます。入手場所、使い道、入手におすすめの道具が書いてあります。タップしての操作もできるようです。鉱石はレベル1の鉱脈から、貝はプロンテラ南門の釣り場で入手可能みたいですね。それでは移動してやってみましょう。操作方法はそんなに難しくはないようです。一度の動作でスタミナが消費されるのでご注意ください。それぞれアイテムが獲得できたら、いざアイテム制作。制作にはスタミナが10消費されるようです。そして完成したのがこちらです。とても簡単ですね。クリスタル台が浮きました。まあこのようにして生活系コンテンツは目的に応じてやっていくと、何をしていくかという疑問がなくなると思います。とにかく必要なアイテムは生活系コンテンツで入手ということですかね。補足として、生活系コンテンツには各コンテンツレベルが存在します。レベルアップすることによりより強力なアイテムの素材がゲットできるようになるみたいです。レベル30に到達した時に作る青色装備、いわゆるクラフト装備と呼ばれる制作装備も、生活系コンテンツのレベルを2まで上げないと入手や制作ができないので、
手に入れるのが大変になると思います。レベルを上げるのはそんなに大変ではないので、日々のスタミナ超過をおすすめします。ちなみにこの青い石ころ買うと結構高いです。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。ではまた次回。